さんすごい綺麗どこのお姫様かと思ったよはいはいあれ傘はないあれはいじゃあお邪魔しますどっかようこそ僕のシンデレラなんてね幸せこった、うん、どうぞ懐かしいなな日に従ってからちょっと頑張っちゃってでも誕生日はもっと頑張るからねちょっと頑張んなくったっていいよだって一緒にいるだけで十分なんだからダメだよ初めて一緒に過ごす誕生日なんだから思い出残る一日にしたいんだうん分かったはい一気しないの。だって美味しいんだもん。おかわりしていい？でも酔っ払っても知らないよ。大丈夫大丈夫だって今日はお泊まりだもんね。はい、チーズ。ちょっと、もうずるいよ。もう一回。はい、チーズ。あ。はい、チーズ。桜さん、空っぽだよ。おかわり。おかわり。この前美味しいよね。これなんていうの？なんだろうね。なんか汗ばんできちゃった。熱いよね。うん。美味しい。うまっ。ねえ、桜さんも食べてみなよ。あ、今大丈夫。今は本当に。うまい、美味しい。落ちちゃった。あ、落ちちゃったチーズが。どうしよう。ね、チーズ落ちちゃう。ねえ、おかわり。おかわり。なんか飲みすぎなんじゃないかな。大丈夫だよ。止まるんだから。しょうがねえな。じゃあ。今日はとことん飲もっかね。はい、どうぞ。トク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 って。よいしょ。俺ね、昔さ、女の子傷つけたことがあるんだ。うちの親、俺が小学校の時に離婚してさ、俺は母親の方に預けられたんだけど病気で死んじゃって今度は親父に引き取られたの親父はすでに再婚してて再婚相手にも連れ子がいたんだよね俺より一個下の女の子である日両親の留守に妹がお腹すいたって言い出してどうしてもドーナツが食べたいって言うから作ってやろうとしたんだけど鍋を落っことしてそばにいた妹に大やけどさしちゃったんだ背中に油がかかって大泣きしてるのに
俺何にもできなくって、ただおろおろして両親が帰ってくるの待ってるしかなかった。そのせいでひどい跡が残ってね、未だに誰にも裸見せられないって心閉じちゃってるんだよね。でも事故なんでしょ、ほらわざとじゃないじゃん。わざとじゃないよ。でも嫉妬してたんだよ。俺が後から来たからしょうがないんだけど、両親にすっごく可愛がられてて、俺の父親にも懐いてて、憎たらしかった。なんか悪いこと起きればいいのにって思った。だから俺のせいなんだよ。刺したも当然なんだよ。傷は一生消えない。だから俺と妹の関係も永遠にこのまま、一生歪んだ関係のまんま。寝ちゃったろ、うん、あーもうなんで起こしてくれなかったの。だって気持ちよさそうに寝てるんだもん。ダメだよ、なんで何のために。あーじゃ今からしよう。ダメ、今から仕事行ってきます。そうでしょ、ごめんね。あーもうくっそだってもうしようと思えばいつでもできるでしょ。いやそうだけどさ、せっかく一緒の思い出しようと思ってこの部屋取ったのに。ねえひろとくん、うん、昨日楽しかった、ありがとね。今まで知らなかったお話もいっぱいしてくれて嬉しかった、ありがとう。大好きだよ。俺も楽しかった、大好きだよ。あーもうしたいしたい。ちょっとちょっと、ほらひろとくんダメだって。ちょっとファスナー抱きしめて。ファスナー後ろの、うん、閉めて。閉めない。ちょっと甘いようでスパイシー、ドラマチックな恋。
嘘、信じたの？昔のヒロならスルーしたよね。何いい人やってんのよ。てか何その格好、就職活動でもする気？あの人のために信じらんない。もも、お前にはいろいろ世話になった。お前がいなかったら今頃すさんでた。本当に感謝してる。でももう終わりにしたいんだ。俺と別れてください。あんなおばさんのどこがいいのよ。あの人本当に心が綺麗なんだよ。あの人といると自分までいい人間になったような気がするんだ。何バカなこと言ってんの。年も違うけど、あの人とうちらじゃ何もかも違いすぎる。なんでわかんないのよ。ヒロだって本当はわかってんでしょ。どう考えても釣り合わないよ。うまくいくわけないって。ねえ、行けるとこまで行ってみてんだよ。誰かのことこんな風に思えたの初めてなんだよ。出てって。おばさんに入れ込んでる男とかマジ引くし。さよなら。